皆さんこんにちは、ハムハムハイドのハイドです。今日は5月1日令和元年、おめでとうございます。ハムスターたちにもお祝いのお菓子をあげることにしました。ハムスター用のいちごウエハース。うちのハムスターたちはこれが大好き。このままの大きさだとジャンガリアンハムスターには大きくて手で持って食べられないので、4分の1に切ってあげることにします。このウエハースはね、ハムスターたち好物なんだけど、正直に言うと栄養はないんで、食べ過ぎ防止のためにも小さく切ってあげることにします。さしてね、栄養もないのに高カロリーで体に悪いものがね、美味しいっていうのは人間もハムスターも同じなのかもしれないね。だけどね、今日は5月1日令和が始まったおめでたい日でもあるんで、ハムスターたちの好物をあげましょう。まずはさゆり。はい、どうぞ。あ、割れたのかな？割れた方を食べてるみたいだね。さゆり、令和元年おめでとう。かわいいね。さゆりはね、なかなかのね、美人なんだよね。うちではメーテルハムスターって呼んでんだけど。さゆり、令和が始まったよ。あんまり分かってないみたいだね。こう横でね、龍一が早くくれ早くくれって言ってるので、龍一にもあげたいと思います。はい、龍一、はい、令和おめでとう。もう喜んでかじりついてるね。こっちのハムスターたちね、このウエハースが好きなんだよね。龍一はね、うちで飼ってるハムスターの中で一番フォルムが可愛いの。これは俺個人的な感覚なんだけど、上から見た時にほぼ円まん丸になるのが可愛いジャンガリアンハムスターだと思ってんだよね。龍一は顔が小さくてコロッとこう丸いシルエットをしてるんで、めちゃくちゃ可愛い、モデルハムスターになれると、俺は思ってます。で、次にハルト。はい、ハルト。あ、もうすぐ食べてるね。ハルトもウエハース好きだからね。ハルトもね、もう何気に2歳だからもう結構な年だよね。パクパク食べてるね。あれ？ハルト食べてる？本当に。なんかクリームだけ舐めてない？ハルト。クリームだけ舐めてないか？ハルト。お前。クリームだけ舐めてるよね。美味しい部分だけ食べてる。子供の食べ方だ。ハルト、ちょっと、クリームだけ舐めてない？ハルト。自分のその好きなとこだけ。悪い食べ方してんな、ハルト。あ、クリームがなくなったらぽい。悪いなぁ。美味しいとこだけ、綺麗に舐めて。あ、ウエハース隠してるね。これ後で、食べようと思ってんのかな。あ、犬みたいだね。ある意味頭がいいのかな。ジジコ、ジジコはね、内気な性格なんで、箱の中に入っちゃって受け取ってくれなさそうなんで、箱のそばにね置いてみました。お、食べたね。ジジもウエハースが好きなんだね、やっぱりね。三角箱の中でね、食べてます。いいね、ジジ。美味しいね。令和が来たよ、ジジ。こぼれたかけらを拾ってあげたら、次はね、手から受け取ってくれました。ジジはね、ちょっと気難しいけど、でもだいぶ人間になれたかな。マサトシ。あ、車輪が汚いね。撮影の前に掃除すればよかったな。マサはね、車輪の中でおしっこするんだよね。で、その車輪をくるくる回すでしょ。もう全部自分にかかっちゃうじゃんっていう。ウエハースは喜んで食べてるけど、もうこの車輪は撮影が終わってからすぐに水洗いしました。アイナ、実はね、さっきまでね、くれ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 って俺に言ってたんだけど、他のハムスターをね、撮影してる間にね、もう待ちくたびれちゃって、もういじけてね、三角箱の中にね入っちゃったの。あ、でもウエハースは受け取ってくれたね。
あ、ウェハース受け取ったら外に出てきたね。もう遅いなーって思ってんだろうね。もう待ちくたびれたわ。早くちょうだいよ。そんな感じの顔だよね。ウェハースは嬉しいけども、機嫌はあまり良くないみたいな顔してます。で、これね、今ね、カメラに映ってないけど、アイナを今こう撮影してる俺の足元に、マサが小屋から出てきたんだよね。今これ、俺の足元にいるんだよ、マサが。ちょ、映ってないけど。マサの相手をしながら、アイナを今映してるっていう状態です。ここに、ここにマサがいるんだよね。ちょっとマサのね、相手をしながらね、アイナの撮影をするっていうのがね、ちょっと難しかった。ずっとね、俺の足元にいました、マサが。で、朝髪お姉さん。鳥みたいにね、三角箱の上にいたんで、撮影しやすいっていう。朝髪撮影しやすかったな。ここに一段高いところに来てくれてるから。喜んで食べてるね。このウェハースがね、好きなんだよね。お、汚れ落ちたのも拾って食べてるね。ん？どうした？なんか一瞬止まったけど。どうした朝髪。あ、また食べ始めた。なんか気になることあったのかな。撮影しやすいわ。ハムスターはもうずっとこの台の上に登ってきてほしいね。で、しおりもね、警戒心が強くってね、今は鬱だったジジコよりも気難しくって、俺自身もね、しおりにあんまり好かれてないんで。ああ、一瞬受け取ったけど、ポトッと落とされてしまいました。ちょっと俺はね、手を伸ばさないでちょっと放っておいたら、こう食べたね。まあ、しおりもウェハース好きなんだね。この小屋の隅っこに持ってって食べてるね。多分ね、あのしおりはね、カメラが嫌いなんだと思うんだよね。俺夜桜にもね、あんま好かれてなかったんだよ。あの黒いハムスターの夜桜ね。夜桜の時は赤ちゃんが生まれた時に赤ちゃんの映像が撮りたくてよくカメラを向けてたんだよね。そしたら夜桜がね、怒ってね、あんた何撮ってんのっていう、うちの子何勝手に撮ってんのみたいな感じで、もうすっげえ俺に怒ったんだよね。で、それで俺はもうあんまり夜桜に好かれてなかったんだよ。だからハムスターからしたらカメラっていうものは黒くて大きくてなんかよくわからないものに見えると思うんだよね。だからもしかしたら敵が来たみたいに見えるのかもしれないね。次に信長、空気の読めるハムスター、こうカメラを向けたらね、人間がしてほしいことをちゃんとしてくれるハムスター。だからノブみたいな方が珍しいよね。もちろんこの撮影もね、ちゃんとウェハースを受け取って食べてくれてる。ひまわり、もう横でね、ひまがね、もう早く早く待ちきれないよみたいな感じでアピールしてくるんであげました。すぐ受け取って車輪の中で食べてるね。もうすっごい食べたかったみたいだね。ひまはね、人間が好きでね、すぐに寄ってくる。人間に対して甘え上手かな、ヒマは。すごくね、愛想を振りまく子です。で、リスコはね、一時期太ってたんだけど、今はね、ちょっとね、痩せました。あれ？なんかリスコもクリームだけ舐めてるような感じだね。クリームが好きなんだね、ハムスターたちね。で、横でチャミが、私もってね、せがむんで、おチャミにもね、あげました。おチャミのね、背中はね、すごい綺麗なんだよ。ほら、これアップにしてみたけど、わかるかな？毛並みがね、ふっかふかに整ってんの。多分ね、これ自分でよく手入れしてるんだと思うんだよな。もうハムスターの毛皮のコートが作れそうな感じだね、チャミの背中はね。ハムスターたちの好きなウェハースでお祝いをしてみました。令和もハムスターたちにとって幸せな時代になりますように。この動画はハムハムハイドがお送りしました。みんな他の動画も見てくれよな。ハ
ムハムハイドジャンガリアン晴れのち友達この指とまれ。